世界で最も危険と言われる普天間基地の固定化により、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければなりません。まあ、その安倍総理は、辺野古への移設は基地を増やすものではない。普天間基地の3つの機能のうち1つに絞って辺野古に移すと述べて、沖縄県民の理解を求めました。その上で、一日も早い普天間基地の全面返還に向けて全力で取り組んでいくと強調しました。